本格的なテイクアウトのお店をご紹介しましたが、はい、続いての情報です。はい、続いてはですね、黒川さん、めっさうまいわのコーナーでございますけれども、はい、今回はですね、どんなお店を紹介してくれるんでしょうか。ブロガーさん、めっさうまいわ。いやー、今日もバーベキュー日和、バーベ。さあ、どうも、バーベキュー大好き芸人、武田バーベキューです。さあ、今回も始まりましたブロガーさんめっさうまいわ。このコーナーですね、大阪のグルメブロガーさんがおすすめするお店に私武田バーベキューが訪れ、そのお店の美味しさを紹介するというコーナーとなっております。さあ、今回も情報いただいておりますよ。今回は小神田さんから情報いただいております。なんと小神田さんからは吹田市内のお店を2軒ご紹介いただいておりますので、早速そのお店調査していきたいと思います。行ってきます。まず1軒目は阪急吹田駅歩いてすぐのところ、吹田市寿町にあります立ち飲み酒場七尾。和テイストでゆっくりお酒が楽しめるお店。店主新道さんが作る料理はどれもめっさうまい。アルコールもリーズナブルで最高の酒場。今回おすすめのメニューは福島のお酒、大七に合うメニュー、カツオクルミとホタルイカのアンチョビソースをいただきます。さあ、出てまいりました。こちらがですね、まず1品目のカツオクルミなんですけども、初めてですね、クルミをカツオだしで漬け込んだという、美味しそうですね。ちょっと早速いただいてみたいと思います。いただきます。これは美味しい。食感はもちろんくるみなんですけども、そのくるみから出てくるカツオの風味とこの甘辛いカツオだしの感じがものすごく合ってますね。これはちょっとこの福島の日本酒大事に合いそうですね。これあー合う、これはいいですね。さあ、続きましてこちらがですね、ホタルイカのアンチョビソース。なんか酢味噌で和えたものは食べたことあるんですけども、アンチョビソースでいただくのは僕初めてですね。めっさうまい。このホタルイカの香りとこのアンチョビソースのちょっとした辛さが相まって、これはね、大好きが進みますね。これは第一が進みます。あー、いいですね。いや、こちらのお店ほんとメニューの数もすごいんですけども、どれも価格がリーズナブルなんですよ。そしてびっくりするごとに、こちらの店主さんがですね、なんと京都の和食の板前さんだったらしいんですよ。その料理はね、この価格でもうこんだけ美味しいお酒と味わえるこの七尾さんにぜひ皆さん一杯飲みに来てくださいね。いや、美味しいな。軽いか、これもめちゃめちゃ美味しい。